形式図大見鉄道へ譲渡された ED14 系。画像は国鉄時代の塗装が復元された4号機国鉄 ED14 型電気機関車は日本国有鉄道の前身である鉄道省がアメリカ合衆国から輸入した直流用電気機関車である。輸入当初は1060型と称した。 ED11 型に続いて輸入された、米国ゼネラルエレクトリック社製の電気機関車である。電気部分、機械部分ともに GE による一貫製造である。4両が1926年に輸入された。2019年3月までに全車解体され現存しない。車体形状は ED11 型とよく似ており、箱型車体の両端に乗務員出入用のデッキを配している。 多数のリベットで接合された車体と十字の3のある他の字形の側窓が特徴である。この窓は後に横山を撤去したものや窓山自体を取り去ったものがあり、各車両にばらつきが出ている。ED11 型と同様、製造当初は前面中央の出入り口と左右の前面窓の間に砂箱と短いはしごが設けられており、前面窓は横幅が狭く、 細長となっていたが、後に砂箱が台車部分に移設されてはしごも撤去され、前面窓も横幅が広げられた。台車の構造は ED11 型と異なり、二つの台車を中間連結器で連結し、台枠や車体を経ずに、両端の連結器と台車のみで牽引力を伝達する方式が採用されている。このため ED11 型では連結器が、 車体部分に取り付けられているのに対して ED14 型では連結機が台車に取り付けられているという相違点がある。製造当初は ED15 型などとともに東京機関区に配置され東海道本線の貨物列車にまず投入された。1930年に大型機の登場で交府機関区に移り中央本線八王子交府間で使われた。 戦後は一時と橋機関区に移って、飯田線で使われたが、1950年に、久並機関区に移り、千山線佐久並山寺間で使われた。1960年、転属配置された ED17 型と、新生配置された ED60 型に置き換えられ、4両とも旧車となった。2.3号機はこの時点で除籍され、大見鉄道へ譲渡された。 3号機については、大見鉄道を傘下に持つ西武鉄道へ一旦、貸し出された後、大見鉄道へ渡された。1.4号機は、仙山線の変電所容量不足により、ED60 型が転出したため急車を解除され、再び仙山線で使用されたが、1966年に除籍され、2.3号機と同様、大見鉄道へ譲渡された。 大見鉄道色の2号機大見鉄道では、譲渡された後、石灰石、石油貨物列車などに使用したが、軸重が15トンもあるため、犬上川に架か,かる鉄橋が、重量制限のために渡れず、運用区間は、多賀舞原間に限定されていた。主に多賀彦根間の石灰石油層に使用されていたが、1988年までに貨物列車が廃止されたため、 本来の目的を失った。その後も1.4号機はイベント、あるいは豪雪時の除雪作業や、校内の入れ替えなどの事業用として、時折使用されており、2012年現在も、車席を保持しているが、現在4号機は故障のため、休車中。2.3号機は使用されることなく、彦根工場内で、長期休車となっていたが、2004年7月1日付で、廃車された。 1>, 1から3号機は同社の標準である水色塗装であるが、4号機は国鉄時代の茶色塗装に復元されている。現在では ATS の装備が困難な点、部品調達の問題、車体重量の問題、そして大見鉄道には電気機関車の運転免許を持っている。運転士がほとんどいなくなった状態から、事実上本線走行は困難な状態となっている。 大見鉄道では2007年3月から彦根駅に整備された大見鉄道ミュージアムに展示されていたが2018年12月8日の閉館に伴い2019年1月28日の夜から29日未明にかけて2号機が同29日の夜から30日未明にかけて4号機が奈良県の解体場へと陸送され最後まで残った1号機も 同年3月13日から14日にかけて解体場に陸送され ED14 型は消滅した。ありがとうございます。